ーマンとラーマの妻でございます。私のようなものがお役に立てるかどうかは分かりませんが、精一杯頑張りますね。はい、ということで新しく追加されたサーバントシータを使っていきますと、この手です、ええ、まさか離別の呪いがこのような形で実装されるとはなと驚く。その手だよ、アプリ版では未実装だもんね。とついなだよ。プロトマーリンに続いてアーケードオリジナルです。すごい、今後どんなアーケードオリジナルが出るか楽しみですね。よければ今後出てほしいサーバントをコメント欄に書いてみてくれよな。原作のラーママヤではラーマが敵に騙し討ちをしてしまい、敵の妻に呪いを受けてラーマはシータと幸せを分かつことはできないという運命になって、それが FGO では離別の呪いといった形で出会えないスキルになってしまってるんですね。つまりラーマは FGO アーケードでは出てこないということだな。それは悲しいね。なのでアーケードのマイルームとアプリ版のマイルームで画面越しに合わせるという遊びもできますね。もしアーケードに行けない人はシータのマイルーム動画をコメント欄にリンクを書いておくので、よければ見てくれよな。じゃあ試合に行こう。はい、ということで編成について、シータはダメージリソースが乏しいので防具を主軸に置いていきたいので、アーツ中心です。シューターだからシンガン欲しいよな。なので2番手にデオンを置いてます。シータはスキル、ステータスともに防御寄りなので、それを活かす形で3番手にタゲ集中のゲオ先生を置き、タゲ集中で味方のサポートを中心に動いていきます。シータ自身もタゲ集中持っているからさらにかき乱せるな。霊槍は春風でダメかと MP 効率で耐久と宝具回しを両立させます。ラーマ様に巡り合う、その日まで。まずは1スキの説明から、範囲内の味方全体の防御力をアップ20秒と弱体無効状態を付与20秒。防御バフは 15% 弱ほどみたいで控えめだな。やはり味方に弱体無効をつけれるのはでかいですね。20秒の間は味方が天草にたりとできるのは強い。火力と天草が猛威を振るっていますもんね。あれはやりすぎだと思うが。さて、お次は2スキ。自身にターゲット集中状態を付与2秒と、一定時間無敵状態を付与3回と、やけど無効状態を付与。無敵時間がスキルレベルに依存して最大10秒みたいだな。今回なのも要注意ですね。過信しすぎるとすぐ剥がされるもんな。タゲ集中も2秒と短いですが、無敵と一緒につくのは強いですね。タゲ集中して集中放火されてかけるということは少しは減りそうだな。あとやけど無効は割り切り全部に対策できるぐらいだな。最後に3スキ。自身のガッツ状態を付与1回30秒と HP を回復と、一定時間ごとに HP 回復状態を付与10秒ごと3回。回復とリジェネが一緒になった回復スキルだな。回復が3000でリジェネが1000回復するみたいですね。本来のガッツだと鉄壁前に使うが、HP 減ってる時に使った方が良さそうだな。にしても全部で6000回復はでかいですね。まさに耐久サーバントだな。では次に攻撃モーション。このサーバントすべて射撃とアルジュナみたいな感じですね。高弾系サーバントとか使ってないと慣れるのに時間かかりそうだな。まずはクイック。クイック1は3方向に拡散させて攻撃します。今みたいな感じだな。初手で攻撃を引っ掛けるのに優秀ですね。対してクイックにはあまり拡散しません。次にアーツ1。アーツ1は、これが特徴的で2射するのですが、2段目にレバーを入れればその方向にステップします。ということは回避しなくても回避狩りできるのか。はい、なので2段目か3段目に入れるのがおすすめですね。アーツ2は2回矢を打ちますが普通の攻撃。では、バッター。ダメージから攻撃で弾速自体は悪くないです。まあ、溜めるということは使い勝手は良くなさそうだな。まあ、多用することはないでしょう。そして足の速度はアルジュナと同じ足の速度でかなり遅い方ですね。最後に宝具。自身の弱体状態を解除。範囲内のターゲット単体に強力な攻撃。自身の HP 回復量をアップ30秒です。宝具範囲はイリアと同じ三角装備で 1.3 秒です。かなり当てやすいな。ただ注意したいのが強力な攻撃なので攻撃の倍率が全体宝具と同じです。相性不利とかには生き残られそうだな。宝具レベル上げが割と重要になってきそうですね。欠点として挙げておくと神聖の木なのでスカサハに瞬殺されるところがあります。現環境で2番手にかなりいるからきついな。まあ、それもあって2番手にデオン置いてるのもあるんですけどね。結構メタで使えるからな。デオンもタゲ集中持ってるのでゲオ先生との相性は抜群ですね。さて、試合の方に入っていくと、シータがやられて相手に聖杯も取られていますね。ちなみにシータが活躍する試合は次の試合なのでご安心を。怖さの仕方が、聖杯やってるね。味方の拾いにはいかせたくないところですね。ここで聖杯キルされると致命的だしな。新版使ってタゲ集中で抑えましょう。
下げは切られたね。クリティカルは出てなくて一安心。なんとか食らいつけたね。そして味方が撃破してくれて枚数有利。ここでスカササ撃破しておきたいところですね。固めて追い詰めるため。あとはガード上から削って聖杯獲得です。ここは勝ってるので聖杯治癒しなくても問題はないでしょう。孤立してるがさすがにジャックは足が追いつけないな。下手に王よりも捕まえてた方が良さそうですね。試合終了までもう少しだしね。にしても随液霊装つけているとハイ HP めっちゃありますね。見返してもらえるとわかるだろうけど黒絵の攻撃食らっててもかなり残ってたしな。さて相手も最後の猛攻をしてきましたね。一気撃破ぐらいじゃ問題ない差だな。お味方がホール乗りてるのでここで盾盾集中。決まったな。あとは耐えるだけですね。頑張れ頑張れ。ここは2盾食らってるのでガードして反撃チャンス。そして最後ここで聖杯キルしてゲームセット。対戦ありがとうございました。休む暇はない、先を急ごう。盾集中しばらく使ってませんでしたがサポ盾集中とでゴリ押しました。下手な弾でも数打てば当たるもんな。っていうかデオン動画になってたね。デオンほとんど使ったことなかったですけど強いですね。では次行くか。今回は霊装サマーリトルです。防衛力を補えるし NP 獲得量も倍率高いしな。というか相手にランサーいるね。こちらは弓抜きなのできつい展開になりそうですね。自分は弾もかアルジュナ抑えていく感じですかね。そしてカルナがギルじゃなくてこっち攻撃してくれると少しは耐えれそうだな。他でも援護射撃アルジュナの火力もシャレにならないですからね。いかにカルナを耐えるかがポイントになりそうだな。さて、なかなかの試練となりそうです。そろそろ試合が始まるよ。ラーマ様に巡り合うその日まで。さて試合開始。お、サポタゲ集中来てるな。とりあえず鉄壁する前にスキル吐いておきます。スキル3は使わなくてもいいけどな。ここでタゲ集中使いますが、もう少し後でもよかったですね。理想としては相手が攻撃振った後、味方がその相手を攻撃する時がします。なんかフルガメッシュがアルジュナを倒してるね。これがバッターの力か。試合早々これはでかいですね。で、あれ見て、カルナの猛攻だな。ここでエミアが獲得したので追撃を与えますか。よし、なんとかですか。さて枚数有利が続いてますね。イリアが黒いを抑えてるから弾も抑えたっか。ここは相手が引いてくもよ。相手もリスポーンしてきてますし、ここから本格的になりそうですね。おっと弾が孤立してるな。若干味方の HP が気になりますね。相手が到着したみたいだよ。ならば別の相手にますか。ここはタゲ集中使っておいてガンガード。広いところでは大活躍だな。さてヒルがカット入れてくれたのでノックバック立てて壁ドンホーグ入ります。これは私にとっての幸せな記憶。ラーマ様の勇姿は今もなお我が胸に。行って腹が抜けなく。ノックバックできるシューターで三角ホーグって相性良さそうですよね。最終段アタック壁ドンできれば確定で入れれそうだもんな。結構工夫すれば当たりそうですね。ここで残る相手を撃破。おお、順調だね。ここで枚数有利化して攻めたいところですが、相手のリスポーンも近いよな。ギルのホールもあと少しで溜まりそうですし、当てやすい場所に下がれるようにしたいですね。枚数有利を作るかホールを広いところで構えるかは悩みどころだな。ここはタゲ集中でギルが下がれる隙を作って、シューターが反応しやすい広いところを確保したいですね。両方サポ診断してたからなんとかしのげそうだな。今、アーティのステップで回復得ましたね。ここでギルが防御溜まってるのでタゲ集中で荒らしますか。お、早速。そして相手がミリなので抑えておきたいところですね。私たちに分があります。味方が落ちたね。聖杯付近なので何としてでも落としたいところ。ここでクイックの足止めが光る。そして味方が攻撃を加えて聖杯獲得。やった。おっと、ジャックを獲得して味方を助けますか。ここでタグ集中。ジャックのホールも溜まってるし、ここは普通な。ならばこちらもタグ集中。で、ホール危ねえ。お味方がカットしてくれる。ノックバック入れてとりあえずしのぐ。
その間にホール溜まりましたね。おっと、ホール狙うチャンス。これは私にとっての幸せな記憶。ラーマ様の勇姿は今もなお我が胸に。行って、体の邪悪。やっぱり三角コールは当てやすいですね。そしてここのゼオ先生は逃したくないな。シューターなのでガードバーストも警戒しなくて済むのはいいですね。弾幕のアーチだ。これがシューターに3対1をするということです。さて、バッチ狩りをして、ここで味方が撃破してゲームセット。対戦ありがとうございました。感謝いたします。さて、今回はここまで。最後まで見てくれてありがとね。もし、チャンネル登録すると、ドレイク、伊蔵さん、アルテラの動画を定期的に上げる予定なので見つけやすくなるぜ。チャンネル登録1000人目指してるから、応援よろしくね。高評価もお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。